今からできるピントレシピ4。いや、あの県産品見てね、料理のハードル上がってると思いますけれどもね、もうね、お腹空いてるよ。大丈夫です。美味しいものを提供いたします、期待してください。ぎこちないですけど、ぎこちないのは勘弁してください。あまりの不慣れなものでこんな料理初心者の僕でも簡単に美味しく作れる料理です。そうだ、はい、はい、今日の料理はこちらです。春キャベツとサバのレモンパエリアです。あ、美味しそう。パエリアなんて作れるのかなと思いますけれども、簡単に意外と作れるんですね。あの、炊飯器がまだご自宅に届いていないという新生活の方もいらっしゃるかもしれません。あー、これから炊飯器は届くよ。そうそう、フライパンで今日は作ってまいりますね。はい、はい、ただまあ白いご飯を炊くだけじゃ芸がないということで、今日はパエリアになっております。なるほど、新生活のスタートはいい食事からです。頑張ってまいりましょう。気合だけは受け取りました。自分に言い聞かせております。頑張ってまいりましょう。はいよ。まずフライパンにオリーブオイルを敷いて熱しています。はい。ここにご飯です。米です。炊く前のね。炊く前の、もう洗わないでください。水もつけないでください。ほうほうほう、そのままで。そのまま1カップです。これを入れてちょっと温めてまいります。温める目安としては、お米が透明になってくるまでですね。ここであれですよね、なぜ洗わずに入れた方がいいんですかとか、岸君には聞かない方がいいですね。おー誰に助けを求めてる後でゆっくり聞きます。後で、はい実際どういうことなんでしょうね。はい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 天の声が聞こえた。天の声が聞こえてきました。普通お米炊くじゃないですか、はい、でもこれパエリアなので、芯をね、残した方がいいわけですよ。そしてこう油をコーティングするという意味で洗いません。よくわかりました僕も納得しました、自分で言いながら。はい、いい具合じゃないでしょうか。お米がツヤツヤ輝いてきましたね。ここでお水です。お米と同じ量、1カップです。いい音じゃないですか。はい、水に浸ったところでコンソメです。小さじ 1.5 ぐらいです。ほう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 、ちょっとなじませます。はい、こう来たところで順番に乗せていきます。春キャベツです。旬ですね。旬です。豪快にドパッとドサッといきましょう。野菜を取ることも大事ですよ、健康のためには。よし、そんでもってニンニクです。はい、スライスしたものですね。スライスして均等に乗せました。はい、ここでメインのサバ缶です。お、水煮のものです。もう丸々ちょっとほぐしてください。身をサバ缶の汁も旨味になりますからね。全部入れるんですね。入れますよ。ほう、はい、はい、よし。で、最後にスライスしたレモンです。レモンの風味がですね、食べたら広がってくるんですよね。ほい、岸君のいいところ分かった。何ですか。一つ一つの工程が丁寧。こうできない人こそ恐る恐るね、慎重にきっちりしてる。こんな時間をかけるとこじゃないかもしれないですけれどもね本当はね。いや、いいよいいよ、もう順調順調不安だからこそ丁寧さがね出てくるんだろう。そして沸騰したら、沸騰してきましたね、弱火にします。グツグツいってますね。はい、で蓋をします。蓋をして、蓋を閉めるのも慎重ですねはい、蓋をして10分待ちます。10分。10分待った後、火を止めて10分蒸らします。あ、なるほど。そしたら完成です。あ、完成したものがすぐお隣、オープン。パカーン、パカーン。おお、わー、拍手が起こりました。ラジオからも拍手が。ありがとうございます。とてもおしゃれな料理。わー、僕はあまり携わってないですけど、これにはありがとうございます正直出来上がりです早い。ちなみにワンポイントのコツとして、パエリアおこげ状態にして食べたいという方は、弱火にしての最後ちょっとだけ強火にして、表面がちょっとおこげになるというね。はい、わかりました。そこはお好きにどうぞ。どうぞ、好みで。わかりました。召し上がれ、春キャベツとサバのレモンパエリアです。いただきます。もう
私レモンもサバも大好きなのですごく嬉しい。塩コショウを振っております。ブラックペッパーですね。そうですね。お好みでオリーブオイルをかけてどうぞ。はい、かかっております。ではサバとご飯といただきます。うん、キシ君、はい、おいしい。よかった。さっぱり爽やか、ね、うん、うん、ご飯にねサバの味が染み込んでます。意外と10分炊いて10分寝かせてでね、こんだけ味が染み込むんだって感じですよね、うんうん、そんなに大きいエプロンがあったんですね、 NBC に。これは僕用でもないですけど元からあったみたいですよ。さあ次も頑張ってください。ありがとうございます。ごちそうさまでした。はい、以上ピントレシピでした。